ベーネルト断続起電子顕微鏡の電子銃。上部の V 字がフィラメント、その下の U 字が、ウェーネルト電極アルトゥール・ルドルフ・ベルトルト・ベーネルトは、ブラジル出身のドイツで活躍した、物理学者。日本では、英語風に、ウェーネルトと書かれることも多い。電子顕微鏡の電子銃によく使われる、ウェーネルト電極を考案。ベーネルトは、リオデジャネイロで生まれた。彼の両親は、ドイツ人で、ベーネルトが、子供の頃に共に、ブラジルからドイツに戻った。ベーネルトは初めは、シャルロッテンブルク工科大学で、1893年から1897年までは、ベルリンのフリードリヒ・ヴィルヘルム大学で、物理学を学んだ。1898年に、フリードリヒ・アレクサンダー大学で、D.Phil を取得した。1899年、ベーネルトは、直流電流を迅速に遮断できる装置を考案した。ベーネルトは電子の連続的な放出の研究も進めた。この成果が1902、1903年のベーネルト電極、1904年の酸化物被膜陰極である。1908年にフリードリヒ・ヴィルヘルム大学に戻り、物理学教授となる。1926年、同大学物理学実験所長。1934年、物理学部長。1937年、退職。ウェーネルト電極とも言う。マイナスの電荷を帯びているので、加熱されたフィラメントから飛び出した熱電子が飛び散るのを抑えて収束し、静電式電子レンズの役割を果たす。操作型電子顕微鏡の電子銃などに使われる。ウェグネルト・エレクトロテクニシャ・ツァイト・シュリフト、ジャニュアリー1899ボリューム20、ピアニッシモ76から78、A、ウェグネルト、ウーバーデン・オーストリット・ネガティビル4年アオス、グルエンデン・メタル・バーベン・ドンゲン・ウント・ドミット、ズサメン・ハンド・アーシャイネンガン。アン、サイズ、セール、414、ピアニッシモ425-468、アプライドサーフェイスサイエンスボリューム251、イシューズ1から4、15セプテンバー2005、ページーズ24から30、理化学辞典第3版増補版1981年、岩波書店ウェーネルト電極、操作電子顕微鏡基本用語集。ありがとうございます。